あなたの身の回りには危険がたくさんあります。時々後ろを振り返って周囲の安全を確認しましょう。周囲を確認せずに鍵を開けると不審者に室内へ入り込まれる危険があります。鍵を開ける前は必ず後ろを振り返り、室内に入ったらすぐに施錠をしましょう。はーい。訪問者に対しては不用意にドアを開けないようにしましょう。相手が誰なのかをしっかりと確認することが大切です。相手を確認せずにドアを開けてしまい、被害に遭う事件が発生しています。インターホンがない場合でも、チェーンロック等を活用し、相手をしっかり確認しましょう。また、ガス点検や宅配業者になりすまして訪問する事案が発生しています。相手の身分証等も確認することが大切です。防犯対策のポイントは、ながら歩きをしない、夜道を歩く際や家に入る前には周囲を確認する、来訪者が来てもすぐに玄関を開けずモニター等で確認する、来訪者の身分を必ず確認する、防犯意識を高めましょう。